ナリーグドジャース、パイレーツ、2024年8月9日ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手、30、が9日、日本時間10日、本拠でのパイレーツ戦に1番 DH で先発出場。第2打席で3試合ぶりの一発とするリーグ単独トップの35号ツーランを放ち、試合前に並ばれていたブレーブスのマルセル・オーズナ外野手、33、と再び一本差しをつけた。 初回全球まっすぐで3玉三振に打ち取られた右腕ケリーにやり返した。1対0の3回1死1塁の第2打席。カウント1月2日から4玉目の膝元に沈むスライダーをすくい上げると手応えは完璧で確信歩き。打球は448フィート、約136年5月メートル先のバックスクリーンで弾んだ。打球速度は113.9マイル。 約183年3月キロで打球角度は30度だった。ドジャースはさらにスミスの2点的自打、ロハスの的時打が飛び出し、一挙5点を奪った。7対4で迎えた5回にはまさかの陳事が発生した。西一塁からイーヘルナンデスが左翼後方へ飛球を打ち上げると、打球は左翼のレイノルズのグラブに当たってフェンスを越え、ツーラン本塁打となった。 この陳時にドジャースナインやファンは大喜び、パイレーツのデレク・シェルトン監督は呆然とした表情を浮かべていた。